遺伝の規則性第1章、今回は遺伝の規則性前半を一緒にやっていきましょう。さあ今回はですね、親の特徴が声、孫へと伝わる仕組みを一緒に学んでいきます。さあ最初にここ見てください。はい、親の形質、この形質っていうのは何かっていうと、形や性質の特徴ですね。これを形質と言います。親の形質が子や孫やそれ以後の世代に現れること、これを遺伝と言います。さあこの遺伝という言葉、使ったことある人もいるんじゃないでしょうか。例えばこんな感じですよ。お父さんお母さんが二重まぶただったとしましょうか。で、私も二重まぶただと、これはお父さんお母さんからの遺伝なんじゃないかななんて言ってね、使ったりするかもしれませんよね。まあその遺伝ですよ。はい、意味はこういうことね。はい、続いていきましょう。染色体の中に含まれ形質を子に伝える働きをするもの、これをね、遺伝子と言います。この遺伝子の中にはここにも書いてあるけど、形質を子に伝える働きをするものが含まれているんですよ。だからこの遺伝子があることで声、孫へと、いろんな情報がね、伝わっていくということなんですね。そしてもう一つ、遺伝子の本体、これをね、 DNA、 このまま DNA と呼びます。これはね、デオキシリボ核酸という物質を略してDNA と言うんです。ですから DNA という本体の中に形質を子に伝える働きをする遺伝子が含まれているっていうことね。はい、ということで今日のメインテーマ、遺伝についてさらに詳しくやっていきましょう。さあこの遺伝なんですが、例えば、お父さんお母さんがね、さっきもちょっと例でちらっと出したけど二重まぶただとしましょう。そしたら子は二重まぶたなのかなと思いきやね、一重まぶただったりするの。じゃあその孫はまだ二重まぶただったりと、親のね、形質がこう出てきたりと、これね、遺伝には規則性があるよということなんですよ。この代には出なかった親の形質が孫の代で現れることもある。なんか不思議だなと思っている人がいるんですね。はい、こちらです。遺伝の法則を発見した19世紀のオーストリアの人物、この人の名前をメンデルって言います。このメンデルはね、エンドウ豆のエンドウね、エンドウを用いて形質の伝わり方を調べたんです。このね、エンドウの種子っていうのは丸いものとシワのあるもの、どちらか一方の形質が現れますと、まあどちらかね、丸い、種子かシワのある種子か、まあそのどちらかしか現れませんよっていうことね。まあこのように同時に現れない対をなす形質のことをね、対立形質と言います。丸い種子とシワのある種子、例えば草丈が高い植物と低い植物、まあこのようにね、同時に現れない対をなす形質、これを対立形質と言います。対立なんていうね、言葉が使われていますが、互いにね、こう対立張り合っているわけではありませんからね。はい、まあこれを対立形質と言います。さあこのエンドウを使ってですね、メンデルはどんな実験をしたのかというと、代々丸い種子を作るエンドウと、代々シワのある種子を作るエンドウを交配、この交配っていうのは、まあ、受精させたと思ってください。受精した時に、まあ、交配した時の様子を、はい、図のように表しましたと。まあ、簡単な図だね。代々丸い種子、代々シワのある種子を交配させた、まあ、受精させたと思ってね。はい、そうするとね、どうなったかというと、もうここに書いてあるんだけど、この個体は全て丸い種子となりましたと。不思議じゃない？全てだよ。だってね、シワのある種子のさ、情報はここにはいかなかったんですかね。まあ実はそうじゃないんです。それ後半で話しますね。はい、ということで、まあ実験結果としてはね、代々丸い種子を作るエンドウと代々シワのある、種子を作るエンドウを交配させると、子は全て丸い種子になったということなんですよ。不思議ですよね。なんでなんでしょうか。はい、じゃあちょっと先進めますね。さあ、このね、自家受粉、自家受粉っていうのは、花粉が
同じ花、まあ、もしくは同じ株の花の雌しべにつくこと、これを自家受粉って言います。自家受粉によって親、子、孫と代を重ねてもその形質が全て親と同じに、同じであるものを純系と言います。だからさっきの実験の、はい、ここ見て、代々丸い種子を作るエンドウ、これって純系のことだったんですよ。こっちもそう、代々シワのある種子を作るって、これね、これも純系だったの。だから純系同士を交配させたんですね、この実験っていうのは。はい、いいですか。純系っていうのは親子孫と代を重ねてもその形質が全て親と同じであるもの。丸い種子だったら代々ずっと丸ってやつね、シワだったら代々ずっとシワってやつね。はい、これを純系と言います。ということで今回はメンデルの実験というのは純系同士を交配させた実験だったということですね。はい、純系同士を交配した時にですね、子に現れる形質、まあこれだったら丸い種子ですね、子に現れる形質をですね、嫌性の形質って言います。嫌性なんてね、初めてね聞きますよね。嫌性の嫌ってさ、顕著の顕よ。だから顕著に現れる性質なんていうね、意味合いを込めて嫌性の形質と言いますと、はい、もう一方、子に現れない形質、まあこの実験で言うとシワのある種子ですよね、子に現れない形質、これをね、先性の形質と言います。先性の線はあれですよ、潜水艦の線ですよ。つまり表に現れず潜っている性質を表しているということで、この潜性の形質と言います。現れないということから、潜っているという漢字が使われる潜性の形質。そしてもう一つ、現れる、ね、顕著に、顕著にの顕、顕著に現れる顕性の形質、まあ、こんな風にして違いを分かるようにしておきましょう。はい、ということで今回は前半戦です。遺伝の規則性について一緒に学んでいきました。